で、なんか岩手の県民性のなんか特徴を紹介するある曲があるかもしれないんですけど、なんかお人よしランキングで岩手が1位だったって。そう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 。今年は岩手だね。岩手が日本一面白いじゃん。盛岡なんか影響があるんだよ。だから、盛岡なんか落としたりとかなんか。そうなんだね。距離の人も誰か来るんだよ。どうしたんですか。どこに、わー、どこ連れてきますよ。これは知ってんじゃん。分かるやつがないよね。何も分からなくてもね、気づいてみっちゃうっていうのがすごい。これ、あれだよ、サイズがいいんだよね、この街はね。非常にね。まあ、サイズが。気持ちの余裕はやっぱり残念ぐらい。環境なんでしょうね。あ、その街の大きさなんですけど、雰囲気、どういうところのサイズがあるんですか。だって歩いて回れる。歩いて回れるね。これも行きたいから、いや、笑ってるけど、歩いて回れないよ。あ、そうかさ、江戸時代の車とか参加って、江戸時代の横浜の車とか残ってるからさ、こういうのが身の丈に行かれるっていう。そう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 、そうそうそう、無理しちゃいけないよね。無理してね、高いところとか立てちゃダメなんですよ ね、 ね、うん、そうなんですよ。そういうこと ね、 ね、うん、いや昨日ずっとね、ずっと喋ったもんね。岩手何ですか。岩手沖縄だった。私沖縄です、ね、沖縄で盛岡何が聞いてる。盛岡稼ぎ上げるところなんでしょ、ね、あ、そうだよ。いや、いいとこあったら稼ぎ上げる、どこか聞いてやろうよ。あえてあえてあの私、沖縄の生まれで、まあ、就職どこかな、どこかな、どこかなって2人から岩手に来て、やっぱり寒いじゃないですか。いいですか、沖縄の生まれなんですよ。雪見たことないわけですよ、生活で。で最初はこんなとこ1年でやめてろかなと思ったんですけど、まあ、自分で言ってて、だったんですけど、住んでみると、あの別にあの引っ越す理由がないということにだんだん気づくわけですよ。だって沖縄で一番違うのは、なんか米軍機が飛んでないの静か。比較対象がすごいね。比較対象がすごいね。だって一番南ですよ。一番北じゃないですか。一番北と一番南が一番価値観としては端っこと端っこなので一番極端だと思うんです。だって盛岡だって寒いって思わないじゃないですか。そうだね。まあちょうどいいぐらい。ちょうどいい寒さ。ちょうどいい寒さですよ。私にしてみればとんでもない寒さじゃないですか。でも慣れてしまえば、例えばね、トマトが美味しいんですよ。米もトマト美味しいです。食い物がうまい。美味しいです。トマトにトマトはじめ、米もリンゴも何でも沖縄に比べると全部美味しい。で、まあ、さっきも言いましたお人よしというか、ね、人がいいわけですよ。最初の垣根は高いんですけど、高い垣根を通り越せば何でもかんでも心配してくれるわけですよ。例えばあのこれ買ってきてって言うと、あの持っていく袋は何がいい？草がいい。袋がいい。草？っていうところから始まるわけですよ。そういうことを結構心を砕いてくれる人が多い。意外とそれは沖縄と似てるなと思うんですよ。沖縄のね、人はすごくいいでしょ。で、食い物だけうまいじゃん、沖縄すごい。そうですね。なんで今の満期の沖縄に当ててるよね。まあでもあれだと仕事を待ってる人がいるっていうのが確認できるっていうか、テレビの仕事ってそうじゃないですか。全然知らない人と急にこう関係ができるわけですよ。向こうが知ってて、こんにちはとか頑張ってくださいって言われると、あ、頑張らなきゃというものがここに積み重なっていると、環境がいいから、その環境と仕事のやりがいが重なるように、それは進みますよね。と思います。あ、そうね、だってお二人も多分あの、愛知の出身、佐賀の出身のであれば、北海道で働くっていうのは、環境とやりがいが揃っていれば、きっと楽しくなるし、それだけで飽きたらないから、世界に飛び回るようになったっていうことだと思うんですけど、札幌もあれだよね、まあ住みやすいっちゃ住みやすい。でもなんて言ったら、そうかな、まあでも寒いからね、最近はちょっと嫌だよね。ちょっと嫌だ。俺は14年目ぐらいだけど、どこ乗れたかなって。ただ嫌だよ、嫌だけど、雪が冬になったら、どかっとこう積もるよね。これが最近あんまりないじゃない。そうなるんだったね。ちょっとね、ちょっとこの間なんか大雪降って、なんかなんかちょっとホッとするっていう、意味があるから。ああ、もうなんとなくその冬は雪があるもんだっていうのになってきた。あら、あんたも随分年だよ。だってね、若い頃に最初に佐賀から札幌行ったって一般的に聞けば、あれ雪のないところから心配されるし。俺佐賀から帰る東京に行ってたよ。はい。約15年間ですか。
に日本海だからね。どっちかというと。そう。全然太平洋側で雪多いしね。はい。でもまあ住みやすいんだよね、非常に。ね。俺さ、昨日ね、随分あの4時間ぐらい飲んでたんですよ。から。ちょっと打ち合わせを。ちょっとまあ、打ち合わせは5分ぐらいで終わるんだけど。まあ、君が書いてライブに読み、はい、ただその後を聞きながら随分読んだのか話して、で、リハビリとにかく今分かったでしょ、喋るでしょ、かなり。ちょっと来るから。随分喋っててさ、それで、こいつ忘れるって言うから、昨日喋ったことを俺ずっとメモしてたのよ。いいこと言ったなとかさ。すごいよ、大きい声で。それはお前が忘れるって言ったのからね。だってね、言ったって忘れちゃうんですよね。俺しかじゃねえのって思ったけど。はい、ありがとうございます。このぐらいいいんですよ。すぐに言ってたから。僕らだからね、君じゃなくてね。はい。僕らは。私は、うん、聞いてました。うん。あれですよ、なんかね、その、まあまあ、あの、地方に来るとさ、観光とかっていうのがさ、まあ、一つキーワードになってくるわけじゃないですか、地方としては。でもそうするとさ、じゃあ、あの、観光っていうことって、昨日言ってたんだよ。なんで観光って必要なんだろうねっていう話を。俺のちょろっとしてたんですよね。一般的にはね、人をやっぱり呼ぶ、高人口を増やす、外からお金落としてもらう、うん、観光、うん、今観光になるわけですよ、最終的には。でも違う、うん、よく分からないね。それだけ観光でお金をっていうのを考えるというのが税だったのかね。どうしてみんな観光を観光するの、うん、なんか観光をやるたびに人が思ってから来てから来て、お金を持って落とされてどうかもしれないけど、その分どんどん荒らされて空っぽになってはいけないけど、違う、うん、あのほら俺も前回来た時にその岩手は全くアピールする必要ないって言ったんですよ。それも変わってない、うん、それは変わってないんですよ。で昨日そうやって食いながら見ながらあの考えてた。まあ、観光って言ったら普通あれじゃないですか。あの一番は例えばディズニーランドだけどね、はい、もう一番なんて言うんだろう、あの観光の人を呼ぶものの最大のもののような気がするんだよね。あのすごい設備があって、それでまあミッキーだのプーさんだのなんかいろいろあって、行けばあれ100人いたらやっぱり1人ぐらいは変な人いるけど、99人は多分いや楽しいいいってまあ言うわけじゃないですか。だからなんか俺多分ね、観光って言った時にね、みんなあれを目指してるんじゃないかと思うよね。みんな岩手県とかそういうところにディズニーランドを作ろうと、観光を何かしようと思ったら多分そういう発想に多分なってると思うよね。県の職員さんもそうだと